たかったのですか？はい、まずそもそも私はいつも書いてるものが現代小説で、現代を舞台にした小説が非常に多くて、ただ、ずっとこう長い時間の物語を書いてみたいなという思いはあったんですね。で、自分の祖父母、私は両方祖父は戦争で亡くしてるんですが、祖母の時代をから今の時代にこうつながる時間の時間の流れを見てきて、自分なりにその祖父母の世代から今にどういうつながり方をしているのかっていうのを整理してみたかったというのがあるんですね。それでそのまずそういうストーリーの枠組みを決めて、それから、場所を決めるときにどうしようかなと、祖父母はどこで戦争を迎えたのかというのを考えたときに、さっきおっしゃったように川島芳子を入り口として満州というものにちょっと興味があったので、そこを選びました。当時戦争中は多分逃げるということが、それが思想に基づいたものであれそうじゃ ないにしろ、逃げるということがすなわち抵抗だったと思うんですね。戦争に対する反対表明だったと思うんです。ただその逃げるっていう意味合いがやっぱり時代状況の変化によってこう変わってくるっていう、じゃあ今現代において逃げるっていうのがどういうことなのか、私たちにとって逃げるっていうのはどういうことなのかっていうのも考えたかったというのもあります。なんか木の上のこうお家、家なんですけども、なんというかこの家って木の上に作るとどんなに立派なお家を作っても税金がかからないんですって、それってやっぱりなんというか地に足のついていないというか、生活しながら生活してないような何かだと思うんですね。で、私は実は日本っていうのは、それまで連綿と続いてきた家族観なりもしくは価値観なりが戦争によって一回途切れたと思ってるんですね。途切れてそれを途切れたところからまた続けてしまった、がむしゃらに続けてしまった、特に経済に力を入れて続けてきたっていう思いがあって、その家、木の上の家と戦争後の私たちの暮らしというのはもしかしてどこかで似ているのかもしれないと思ったんですね。ただ書いていくうちに、木の上に家があってもやっぱり木というもので根っこが張っているということで、戦争でたとえ途切れたとしても、その前が無ではないっていうことは書いていて気づきました。はい。で、ですか？中国旅すると大きな声で喋るじゃないですか。で、響きが時々怒られてるのかなって思う時が、なるほど。あ、やっぱり書き始めた時は非常に苦手な題材だということもあって、こういう小説を自分が書くとは、よもや書きたいと思うとは思えなかったんですね。そういう意味で20年経って苦手なことをあえてやったっていう意味ではなんかこうよく頑張ったと自分には言いたいです。
前行ったのはつい4年ぐらい前なんですけど、仕事で行って、あのテレビの仕事で行って、うん、スタッフの一人が、公園でこう撮影をしてたんですけど、スタッフの一人がトイレに行きたいって言って、あの公衆トイレを探しに行ったんですが、なかったらしいんです。そしたらおじいさんにどうしたって聞かれて、トイレ探してるって言ったら、あのうちの使えって言ってお家連れて行ってトイレを貸してくれたという話をしてたりとか、台北台湾は、食べ物も美味しいですし、あとあの都会はものすごい都会なんですけど、地方に行くと非常に美しいあの渓谷もあり、あの山もあり温泉もありっていうのが、あのすごく自然が豊かなところだなと思います。であんまり大きくないので、こうすぐ行けちゃうのもいいなと思いますし、はい、台湾はでもすごく私にとっていいところすぎて書くの難しいですよね。そうですか。